アマゾンで激安のフル稼働アクションフィギュアを買ってみた。はい、皆さん、ごきげんよう、ジョニーな人です。今回はアマゾンで見つけたデッサン人形モデル人形 PVC 稼働式男と女が届いたので開封してみるね。アマゾンのレビューではかなりの低評価なんだけど、どんな感じかな？男女で色合いが全く一緒だね。アマゾンの画像では男性が褐色で女性は色白っぽかったけどな。まずは男性モデルを開けてみましょう。差し替え用の手首パーツが2種類、台座のプレート、つま先が稼働しないタイプの足首、レビューでボロクソに言われているほど悪くは見えないなぁ。各関節の動きは粘る感じでスムーズではないね。取れちゃった。でもすぐに治るね。今回、これを買った理由は手持ちのソフビ人形を可動化させるためのパーツ取り用だったんだけど、簡単に外れるようでは向いていなかったかな。でも、アクションフィギュアとしてはそんなに悪くはないんじゃないかな。ジョニーな人には使い道がなかったけどねー。女性タイプはどうかな？付属パーツは同じ構成なので省略。昔、トイザラスでミクロマンの素体フィギュアが売られていて便利だったんだけどな。これは、それを PVC で作って、頭部パーツに顔をモールドした感じかな。やはり素材が PVC のせいか各関節の可動が粘る感じだね。アクションベースで立ててみましょう。男性素体についてきたアクションベースの棒は透明感が良くないね。デッサン人形という触れ込みだけど、このおもちゃをモチーフに絵を描く人なんているのかな。2体で1400円くらい。ジョニーな人にとっては使い道がなくなったので無駄な買い物だったけど、アクションフィギュアとしては別に悪くはないんじゃないかな。じゃあ、今回はこの辺でー。バイバーイ。またねー。